松戸オールスターが開催、まあスプリントとかが真ん中にあって、はい、競輪は終わってからなんですよ、はい、あ、オリンピックですか。オリンピックなんです。あ、オリンピックそうですね、うん、まあナショナルチームの本メンバーがね、うん、みんな行ってるんで、すごい応援してます。やっぱ、はい、今一緒にずっと頑張ってた分がやっぱ気になるというか。そうですね、うん、まあ特に和成さんの場合は、うん、ずっと一緒に練習させてもらってたんで、うん、まあで今年ね、和成さんもすごい良くて、うん、全日本選抜も取ったし、でまあ誠一郎さんもダービー取ったし、うん、で新田がこの間もね高松で取ったから、うん、まあみんな取ってるんで、うん、まあ取るとまでは言えないですけど、しっかり自分がねナショナルチームで出てるのは自分が、うん、まあケース上位なんで頑張りたいなと思いますけど。本当ナショナルの選手がこう充実して競輪でも頑張るっていう、もう今までずっとみんなが理想として求めてきたのがもう今年なんかそうですね、よく出てきて、まあね、アテネのメンバーの人たちなんかはそういう状態でずっと頑張ってきてすごかったんで、まあ、そこを目標に多分みんなやってきたんだと思うんですけど、まあ、リオのメンバーもみんな頑張ってくれると思うんで、もう俺はとにかくここで頑張ります。いや本当、はい、少しでもそういうのを見てリオにこういうのは人間の気持ちなんで伝わるものがあるはずですからね。まあそんな自分の頑張りはどうでもいいと思うんですけど、まあまあ、あっちで頑張ってる人たちがいるんで、こっちでも負けないように頑張りたいと思います。なんか取材で見ると和成さんのはなんかカナダの合宿あたりですごくこう状態上がって良いらしいぞと言います。そうなんですね、うん、あの日本で結構叩いて練習してったみたいだったんで、うん、まあ、直前あの駅まで一緒にちょっと車で行った時にいろいろ喋って、うん、なんか頑張ってくるわって言ってくれたんで、うん、応援してます。まずは15日の決勝に乗ってエールを送りつつ、うん、そうするとかなり、まあ、まあ、でも、まあ、俺の頑張りはどうでもいいと思うんですけど、いやいやただでもない、まあでも頑張ることが一番大事なんで、うん、それをずっとやり続けてきたことで、うん、まあこうやって上にも上がってこれたんで、うん、本当、まあナショナルチームというだけあって、みんながやっぱりこう支え合うものがあるからこそ戦える面がありますよね。まあやっぱり和成さんたちからすれば物足りない後輩ではあると思うんですけど、まあ、とにかく頑張るしかないですね。はい、まあ、シリーズとして熱い走りだ。そうですね、はい、気合い入れて頑張ります。ありがとうございます。